マクシム・ドミトリエビチ・ショスタコービチは、ロシア出身の指揮者、ピアニスト。当初ピアニストとして、ついで指揮者として、活動を始め、父親の公共曲第15番の初演を指揮。その後も、無名のものも含めた父の作を多く取り上げている。1938年、レニングラードを生まれ、ピアノを、モスクワ音楽院とレニングラード音楽院で学ぶ。音楽院において、 式に興味を持つようになり、はじめは、ニコライ・ラビノビチとアレクサンドル・ガウクについて学び、後に、ゲンナジー・ロジェストベンスキーの下で学ぶ。卒業後、ソビート放送公共楽団の主席指揮者に就任した。1981年に、アメリカ合衆国に脱出した。ニューオーリンズ公共楽団や、香港フィルハーモニー還元楽団、サンクトペテルブルク公共楽団などを指揮している。 父の作品の録音が多いが、ラフマニノフも得意としている。父のピアノ競奏曲第2番はマクシムのために作曲され、彼の独創によって初演された。録音はメロディアやコリンズ、スプラフォンなどのレーベルから出ている。特に父の公共曲第15番やバレエ組曲、黄金時代、ボルト、その他映画音楽の録音は評価が高い。 スプラフォンからは、プラハ公共楽団を指揮した、ショスタコービチ公共曲全集がリリースされている。また、2台のピアノのためのコンチルティのお父と共演した録音も残されている。ありがとうございます。